はい、ということで2部ですね。はい、いやちょっとうち聞いてほしい話があんねやんか。おお、ほうほう、改まってちょっとやめてや、はい、急にそんな。いやでもちょっとほんまスカイアートの今後のちょっと行動にも関連してくるかもしらんぐらい、私結構その友人の間とかでは、うん、まあ、自分で言うのもおこがましいんですけど、うん、しっかりしてるキャラなんですよ。はい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 。ただちょっとふとした瞬間にすごい抜けてるところもあって、うん、最近自分で自分を呪いたくなるぐらいやってしまったなって、はい、ああ許されへんようなこと起きたん？あったんすよ。何何何？ちょっとこの間ね、うん、身分を提示する機会があって、はいはい、なんか身分証明できるもありますかって言われて、あああれね、いろいろカードとか作ったりとか、うん、そうカード作ったりする時とか、うん、レンタルのね、そうそうそう時に何の気なしに、まあ免許証あるし、はい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 、免許証を提示したんですよ。はい、で、こう出して、久しぶりにこう自分で免許証見たらさ、うんうん、次回更新日みたいなの載ってるやんか。あ、載ってるね。有効期限みたいな。有効期限みたいなの載ってるやんか。平成25年7月3日ってなってたんですよ。おっと、平成25年。そう。で、うちパッて見たら、あれ今平成何年やっけ、うん、なるな、感じ。って思って。えと思って、あれ今26年。の七月、あれ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 ってなって。おお、もう1年超えてるやん。そうやね。私、これ、免許進行したんじゃかなっていう。もう塩漬けしてたら、もうそのままもうほったらかしてもたみたいな。そう。はあ、そんなことあるんやね。そう、なんか、はがき来たら更新行ったらいいわと思っとったら、そのはがきをどうやら見落としてたみたいで。うん、はあ。せっかく、え、だって お姉さん何の免許でしたっけそれ。普通免許。普通免許取ってるんよね。そう。高い金払って。高い羽から、羽、金払って、お取ったのに、うん、私今だから無免許なんですよ。あ、免許持ってないんや。そう。で、これを、知り合いのね、うん、警察の方に相談したんですよ。はい。私。知らんうちに。そう、執行してたんですけど、これ、どうですかって言ったら、うん、なんか彼らの中で、うっかり執行っていう枠があるらしいんですよ。おー、うっかり枠。そう。で、どういう、私のうっかりはどういううっかりかというと、うん、一人暮らしをしてたのね。はい。で、一人暮らしの家に、まあ、住所変更をしてなかったから、はい、実家にハガキが届いていたと。はいはい。私はその間いなかったから、はい、見てなかった。で、うん、なるほど。で、なんなら免許の更新が3年に1回というのを知らなかったと。うん、もちろんそれ問題やけどね。そう、うん。まあそんないろんな期限が世の中にある中で、うんうん、車の免許が3年に1回とか、そんないちいち覚えてられへんですわよ、と。と言うとって。言うとったら、うん、それは、基本的にうっかり執行に入るから、うっかりおしっこみたいな。うっかりちゃちゃ。うっかりおしっこしたみたいな。ちゃちゃちゃ。そう、うっかりグリションしちゃったみたいな感じやから、うんうん、本来なら、適正検査だけでいけると。ほー。ただ、3ヶ月やねんて、うっかりしていい期間が。うっかりしておしっこできる期間は3ヶ月間しかない。やけど、あなた1年は、さすがにそれもうっかりちゃうやろと。もう8秒は言ってるわけ。そう。もうそれはもうむしろ、うっかりから気づいてんちゃうかぐらいな、はいはいはい、勢いで取られるらしくて、うんうん、でもうっかりしてるからこそ1年経つんでしょうが、っていう、うん、今やりとりの途中で、ほー。ちょっと自分の行く末がね、まだ分かってないんですか？まだ分かってない、今。もうすごい呪いたくなったんですけど。うっかり執行3ヶ月ね。そう。うわ、うっかり執行。で、うち自分がうっかりしときながらふと思ったんです。うん。私しっかりキャラ言うてるけど、直哉さんってさらなるしっかりしてはるじゃないですか。うんうんうん、で、あんまり私こんだけ一緒にいて、うん、うわ、やりよったなって思うことってあんまないんですよ。うっかり、うん。もうしっかりしてるから、むしろうちは気抜けるぐらいで見てるんですけど、はいはいはい、あります？自分でこう呪いたくなるほど、俺やっちまったな、みたいな。ね、そのね、うん、基本的に僕呪うんですよ。うっかりしたら？うっかりしたら自分を。うん、で、例えばミスしたと。うん、防ぎようのないミス、うん、はもう俺はしょうがないと思うんだけど、うん、自分がちょっと考えたらそれ気づくやんけみたいなミスをしたらもうめっちゃ腹立つんですね。自分に？自分に、うん。だから、二度と同じミスをしないようにしようとしたがために、うん、僕今まで何のミスしてきたか覚えてないんですよ。もうだって同じミスしないから。凄まじいね。なるほどね。うん、そういうこと、今言われて思ったわ。すごい。俺、何人かなんかうっかりしたことは、多分、毎回なんかね、呪うような気持ちになったことはさ、あるんやけど。あ、じゃあ、うっかりしたことあるんや。あるんやけど、うん、一体じゃあ何人でうっかりしたって言われても、もうその記憶が消し飛ぶぐらい、次から同じことでミスをしないから。なるほどね。うっかり執行。まあなんか、あえて言うなら、うん、なんかこう、リハで、うん、
スタジオ来るときに何々持ってきてみたいな感じで、なんか俺のもんではないものを機材持ってきてみたいに言われたら、それは知らんでみたいな感じで、長女を忘れるというか、なるほどね。それはありますけど、あんまりね、八兵衛かまさないですね。かましても、なるほどね、呪う勢いで修正するんで覚えてない。もうその事実すらなかったことにするぐらい修正するんや、うん、修正するね。その結果今があるかもしれないね。なかなかそのやらかさんというか、いや、うん、いやもう2回同じミスしたら多分生きてないと思う。多分もうはぁってなって。あ、でもそれはうちもあるかも。同じこと2回言われないっていうのは、うん、中学時代のクラブ時代にバスケットボールも厳しかったんですけ ど、 時代に自分の中であって、それが根底にあるから、うんうんうん、基本的にそれのスタンスはうちもあるけど、覚えてるけどな。俺全然覚えてないわ。すごい呪いがかかってるんですよね。全然覚えてない。なるほど、はいはい、まあ、はい、ちょっとうっかりしっこの話で。うっかりしっこということで。はい、皆さん気をつけてください。そう、皆さん気をつけてください、ほんまにね。一、うん、回みんな今、いい機会なんで一回免許見ても。はい。果たしてこのうっかりしっこがね、帰ってくるかどうかっていうのもね、今後楽しみですね。ですね。はい。はい、どうなるか。はい。はい。続く。